れ、吉田議員は松本零士さんの漫画は、もうガンガどんンな読んでばました。ガンガン読んでた。まず、初めはね、僕、小学生の時は、親の教育で漫画禁止だったんで、アニメから入ったんですよ。ほう。中学から僕、漫画読み始めたんですけど、まず、へえ。小学生の時に、まず、宇宙戦艦ヤマト。で、それから、銀河鉄道999。それから、宇宙開発、キャプテンハーロック。もう、この辺がもう、まず、最初に、少年時代、洗礼を受けたわけですよ。まあ、それで、王道ですな。で、中学から読み始めると、それ以外にも松本作品ってブワーッといっぱいあることがもうだんだん分かって、まあちょっとオタクな話になっちゃうんですけど、スタンレーの魔女とか、なんかいろいろね、こう、すごいね、こう胸にこう来るシリーズがあるんですよ。はい。読みまくりました。さ、男追いどんって知ってる？猿またけとかね、パ視聴ン者チの皆猿さん、またけ。知ってますか？男追いどん。とてもとてもね、もう、なんていうか、銀河鉄道999を書いた方とは思えない。なんかつながってますよ。まあ、つながってますよね、一人ね。猿畑って懐かしいね。懐かしいですね。パンツに入る猿またけ。そう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 。ちょっと今、くだらない話をしようかどうか思って、限定だからいい迷んっじゃないてですしまっか。たんだけど、もう10秒で言うと、私は京都で学生時代、下宿してて、本当に部屋が汚い時期に、じめじめとした時期、朝、布団の上になかったんだけれど、夕方、夜帰ってきたら、キノコが生えてたってことが一回ありました。細い、なんかね、細いキノコがね、シューッとこう、ありました。字で言ってたんだ。それだけ。すいません、それだけ。いや、そう、大ヒット。それだけ。松本印の元気の子が。だからね、男追いどんをね、思い出すたんびに、その自分の部屋にね、生えた、布団の上に生えたキノコの話を思い出すんですよね。じゃあちょっとメンバーレベル2にふさわしい話をしてまいりましょう。じゃあ11番いきましょう。これちょっと吉田議員ご自身のツイッターなので、岩田明子、ね、NHK の元記者でいらっしゃいますけども、ちょっとこの件、吉田議員、ご本人で、ちょっとツイート欄で紹介してコメントいただけますか。この岩田明子さんは NHK の方なんですけれども、山口紀之さんによると、NHK の中では、最もその安倍元総理をきちんと正当に評価し、理解していた方であったと。で、それがゆえに、なんか左遷というかですね、安倍総理亡き後、非常に冷遇されることになったということを、山口さんはおっしゃってる、そういう方で、その方の、文春の記事なので、関心を持って読んだわけですね。で、そうしたところ、読めば分かりますけれども、とにかく安倍総理は、とにかく常に自分の政治行動のせいで死ぬかもしれないということを常に、なんて覚悟を決めた活動されていたということが、特に北朝鮮にですね、拉致被害者、救出も含めて、行った時は本当に死ぬかもしれないとですね、奥様に伝えてから行ったこととかですね、そういうことも、記事に載っておりまして、改めてですね、本当にこうあるべきだという、政治家であったということを改めて感じる記事でありました。ちょうどね、官房副長官時代に、ご自宅から、出られる直前に、昭恵夫人にね、もう命取られるかもしれないけども、その時は政治家の、妻として振る舞ってほしいというようなことをおっしゃられたと、まあ、そういうことも岩田記者、おっしゃっておられましたね。多分、
山口紀之さんと岩田明子記者はほぼ、まあ、毎日というかあれでしょうけど、最も安倍元総理と電話で話をしていた人なんじゃないですかね。で意外と前他のなんか文書かなんかで岩田記者の記事を読んだことがあるんですけど、結構あの安倍元総理は岩田記者にはこの政治的な話というよりかちょっと自分の心の内のことをよく話されるようなことを書かれてましたね。まあ、山口の隆起さんも多分そうだと思います。多分、山口、岩田、まあ、両ジャーナリストにね、多分いろんなものをね、託されているんじゃないかなと、そう思いますね。文化人放送局でも岩田さんに注目していきたいなと思いますね。はい。質問が来ておりますね。話がまた戻る。リアル猿マタキや、すごい。それ食べましたか？さすがに食べなかった。なんかね、気持ち悪くて、共同の、洗面所かなんかの、三角コーナーに、捨てたと思います。はい。山根亮太さん、質問です。なぜ保守派は揉めるのですか？一枚岩のあちらには勝てないのでしょうか。これどうですか。はい、私はですね、揉めるのは保守だけじゃないと、はい、左もむちゃくちゃ揉めてますよということを申し上げたと思います。はい、まあ、だって左まず政党だってね、一つにまとまらずに、共産、立憲、社民で、それから、まあ、早く卒業してほしい国民で、それから、政党になっていないけれども、核丸、中核、まあ、よくわかんない、あるいは市民の党、もういっぱい分かれて、まあ、喧嘩してるじゃないですか。うん、ですから、令和って言いましたっけ、まあ、とにかく、向こうは向こうでね、まあ、打ち毛羽やったり、リンチやったり、殺し合いやったり、でも時々、上手にですね、統一戦線方式で、まあ、だから、相手も同じです。こっちは頑張りましょう。はい、そうですね。うん、まあ、やっぱり分裂して本当に最悪勢力も、うん、これじゃまずいと、思ったんですかね。でも同床いるでもやっぱまとまってるっていうことが大事だと。で、労働組合の連合ってね、視聴者の皆さんもご存知だと思いますけれども、これもですね、同盟系、つまり旧民社党系、自民党よりも右派の同盟系と、戦争反対どんどんどんってやってる旧総評系、観光路であるとか自治路だとか日教組だとか、この同盟系と総評系が一緒になって連合になったと。これ意見が違う中で相当やってはいるんですけども、外から見ると一枚岩に見える。やっぱここはね、その保守も学んでいかなきゃいけないと。まあ、きっと多分左翼の方が成熟してんのかもしれないですね。いろんな経験をして、その辺は元民主党の同志としてどう思います？ずっと負けてきたからこそ、なんていうかな、駆け引きとか、まあ、野望とか、のやっぱり経験を積んで、まあ、うまくなっていることは確かですよね。でもそれでも、うまくやりきれずに、すぐばらけることもあるんですけど、まあ、でも、まとまれるところではね、特に地方選挙とか、地方の首長選挙なんか典型ですけど、まあ、上手にまとまってですね、まあ、中野なんかでも立憲共産区長を作っちゃうわけですよ。うん、まあ、そういうところはね、逆にあっぱれなので見習わないといけないですね。やっぱあれから、理念は二の次っていう、そういうことですかね。どうなんだろう。
その理念が、そうですね、あの理念、うん、そうですね、理念が二の次っていうか、上手な嘘ができるんですよ。上手な嘘ができる。上手な嘘ができる。うん、だから、それに誰もが反対しなさそうな、例えば、すべての人に居場所をかなんか言ってですね、突き詰めて考えると、まあ、男性は黙ってろと。LGBT と女性だけに発言権があるんだとかですね、日本人は黙ってろと、在日外国人だけに発言権があるんだとか、そういう、まあ、細かく言うとあれっていうところを上手に隠してうまく人々を騙す、こういうテクニックはもう右は全然ダメですね。右はやっぱ正直なのかな。そうですね、まあ、正直、ナイーブですね。正直でナイーブでやっぱ真面目なのかな。左翼は内ゲバの歴史ですよ、はい、だけど保守は内ゲバしないもんね。いや、まあするんですけど、なんか左はね、はい、あの確信犯で平然とあの顔色質変えずに嘘をつくんですよ、うんうん、で右の人に、ね、やっぱね、あの嘘をつくときに、ね、顔に出ちゃうかもしれないね、うん、そこの差はあると思います。なるほどね、はい、わかりました。質問が、ちょっとまたこっち行きますか、せっかくなんで。コラボ問題、12番いきましょう。吉田議員のリツイートですね。はい、浅野文乃、この方ご存知ですか？はい、間接的にです。まあ、いろいろ、はい、これいろんなグループでですね、うん、やっている方のお一人なんですけど、はい。ね、この方がね、はい、コラボを、刑事告発、一連の調査の結果、若い女性を利用した生活保護受給に関して大きな不正行為があると確認し、刑事告発せざるを得ないという結論に達しましたと。なんかすごいですね、大岡さばきみたいな、遠山の金さんばりの、この、バックの、なんかセンスを私は逆に感じてしまうんですけども、でもこうやってね、地方議会から告発出てくるっていうことについて、同じ地方議員としてどう思われますか。はい、これ、僕も名越先生も、まあ、ご存知の、まあ、保守の地方議員の、まあ、グループの中で、まあ、一生懸命こう、取り組んできた、まあ、コラボにの、活動に参加したことがある、まあ、女性がですね、はい、どうも自分はそのコラボにその言われて、不正な行為を、まあ、要するに例えば生活保護の不正受給みたいなですね、嘘の申告をして、まあ、その受給をするとかですね、そういうことに加担してしまったんではないかっていうようなことなども、きちんと当人の証言を取って調べたり、してで、これはどう考えても違法ではないかと、コラボをやったことがですね、違法ではないかっていうようなことも含めて、まあ、証拠固めができたので、でこれに川崎市も、まあ、その関与しているということで、まあ、踏み切ったという、理解を私はしています。ですからもう当然ね、相手方に相手方の反駁反論があるでしょうから、うん、最終的にはね、制度でも制度、まあ、司法とかいろんな制度の中で、ジャッジメントがされると思いますけれども、このようにきちんと立ち上がられた、地方議員がいることに私は非常にこう感銘を受けています。浅野議員におかれては、ご自身の YouTube チャンネルでね、調査報告第何弾っつって、もうなんか第19弾まで、やられているようなんで、私もちょっと時間を作って、浅野議員のね、YouTube ちょっと拝聴させていただこうかなと思ってます。まあ、皆さんもぜひ浅野議員のですね、取り組みを世論という形で後押しして、参りましょうと。そしてまた北川みのりさんを提訴した、はい、これ吉田議員がちょっとツイートされてるんで、はい、スタッフさん13番お願いします。はい、どうぞ。はい、今島津田さんはですね、まあ、本当に何にも おじけづくことなくですね、もう果断に、はい、戦って、まあ、切り込んでいく方でありまして、
まあ、このコラボを支える会の北原みのりさんという方のが、まあ、要するに暇沢さんを、まあ、ぶろせ、あのぶまるせですね、うん、というようなことを、まあ、そそのかすようなツイート、まあ、世の杉田あの美桜議員が何かにいいねしたら、なんかこう、裁判で負けましたけど、まあ、うん、いいねどころじゃない、リツイートとかしてますんでね、そういうことも含めて、うん、提訴をされたんで、まあ、粛々と司法はですね、人権侵害やいろんなことがあれば、法に触れることがあれば、この、コラボを支える会、北原みのりさんについてですね、きちんとあの、まあ、法的な判断を示していただきたいと。はい。暇沢さんは おじけずですね、あの、うん、ガンガンこういうあの身にあのあのなんだろうな迫ったあの、まあ、恐怖とかですね、あの人権侵害と戦っていただきたい、応援したいと思います。はい、あの暇沢あかねさんがあの引用されているノート .com、ここにですね、まあ、皆さんもあれあまだ画面には出てないのか、あの井戸正恵さんという方の書き込みがあのたくさんあの出ております。この井戸正恵さんという方は私あの衆議院議員同期当選で、ございましてですね、いやーもう意見が合わなくて、意見が合わなくて、まあ、なるほど、そのコラボ筋とあやっぱり非常に近しい活動家の方だったんだなと、まあ、今もあの完全にあの活動家になってしまっていますんでね、まあ、久しぶりに井戸正恵さんのお名前を拝見いたしましてですね、いろんなことがあの蘇ってまいりました。まあ、多分向こうも相当総力戦で来るような気がいたしておりますな。はい、それではあと2分ということなんですけれども、ちょっとスタッフさんね、15番、高橋洋一さんの14番もぜひお願いします、14番、ぜひぜひ。もうあと1分しかないんだけど、関連で、統一地方選挙も近いので、じゃあ14番お願いします。お願いします、はい、はい、これはですね、はい、これはですね、あの例の。まあ、ワールドカップで日本が勝って残念というですね、ツイートをした、中野区議会議員の共産党の羽鳥大輔、さんがですね、しばらく鍵あかにしていたんですが、まあ、コラボの、ことを揶揄するために作られた公金中中なる言葉を、使ってはいけないんだと、まあ、いうふうにこう毎日新聞はあのけしからんとまあ、いうふうにまあ言っているんですが、あのまあこの人実はですね、日本死ねという言葉についてはですね、あのまあ全然批判もヘチマンもないわけですよ。あの報道が使おうが、あの自分が使おうが、日本死ねはいいけれども、公金中中はダメと。まあ、このダブルスタンダードですね。まあ、あのこの人が今度、まあ日本がワールドカップで勝ったら残念な方が、私と同じ選挙区で中野区議会議員選挙に4月に出る予定でございますので、ぜひ皆様、まあ、どういう議員が、まあ、中野でもどこでもですね、あの日本死ねはいいけど公金中中を指摘することはいかんという勢力が議会にいた方がいいのか、その逆がいいのか、ぜひ皆様ね、あの全国の地方選挙でですねお考えいただきたいということで、ちょっと無理やりですがご紹介をお願いしました。はい、はい、関連のチャットがあります。19793ですね、質問です。コラボ問題を例に、国会で税金が NPO 法人などで無駄遣いされていないか調べるよう呼びかけていただかないものでしょうか。これは、皆さんの地元の、国会議員の事務所に直接行ってですね、どうか皆さんもあの一緒に行動をして、ください。政治は議員だけに託すんじゃなくて、在野にいる私たちもまた議員に向けて事務所においてですね、こういうことを調べてくれと、まあ、行動を起こしていけば世の中必ず正しい方向に軌道修正ができるというふうに思います。はい、それでは23時1分ちょっと時間がオーバーしてしまいましたが、本日も夜遅くまで、メンバーシップレベル2で
ご視聴いただいた皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。それでは明日のまた夜22時まで、ごきげんよう。おやすみなさい。失礼します。吉田議員、ありがとうございました。先生、ありがとうございました。皆様、ありがとうございました。